今回は、最近発売されているメロンの炭酸飲料を飲み比べてみたいと思います。日本果物、熊本県産肥後グリーンと、対する、北海道夕張メロンソーダです。まず、成分の違いを見てみましょう。100ml あたり、若干、肥後グリーンの方が、カロリーが多いですね。内容量も 460ml と、肥後グリーンの方が 40ml 多いです。果汁はどちらも 1% です。パッケージのデザインは、肥後グリーンは青肉メロンの緑を基調に、爽やかではっきりとしたデザインに対し、夕張メロンソーダは赤肉メロンのオレンジベースに、柔らかいイメージですね。熟した印象です。炭酸は、微炭酸です。どちらも同じぐらい。液色は、共に青肉赤肉メロンのの色です。次は香りです。肥後グリーンは、ほんのりメロンの香りに対し、夕張メロンソーダは、完熟な甘い香りがします。味は、肥後グリーンは爽やか、すっきりで、夕張メロンソーダは、甘く上品な味です。さて、今回の南国のメロンジュースの飲み比べ、いかがだったでしょうか。皆さんは、どちらが飲んでみたいですか。爽やか派は、肥後グリーン、上品な甘さ派は、夕張メロンソーダでしょうか。ぜひ、飲んでみてください。よかったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、また。